俺の看板 AWM、アイドモスコレです。今回ですね、ハンター×ハンターコラボのスキンの方とか、あとは、キーマ開封の続報の方ですね、来てますんで、それについてまとめていこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、ということでやっていくわけなんですけれど、まず一つ目、それが、こういうこと運営がツイートされてました。こちらのツイートの画像の方ですね。こんな感じで映ってまして、ギフトパックゲットというわけで、車の方とか、銃の方、何がね、金幕の配布、集結みたいなやつで、配布されるのかっていうのが、判明しましたね。普通に去年あったラインナップと、そんな変わらん感じかな。新春とか入っているっていう。他にもなんか人気のスキン入ってるといいっすよね。はい。一応そんな感じで、来るという風になってますね。で、もう一つがね、レオリオのスキンの方も出てましたね。レオリオスキンで言うと、一応配布かな、みたいな風になっていたと思います。レオリオスキン、こんな感じの見た目になってまして、こんなもんでしょう、みたいな。ね、キャラクター自体がめっちゃ人気なわけじゃないからな。ザ配布みたいな見た目ですよね。一応、コードの、続きの方も出てますね。KOXH、なんちゃらみたいな。ハンターとかですか、やっぱ。普通に考えるんだったらね。一応出ているっていう風になってます。そんな感じでね、新しいのが出てますね。はい。一応電動のガチャの方なんですけれど、告知にも書いております通り、今日のですね、0時、はい、今日終わってすぐ、日付回って0時からすぐ始まりますね。で、チャージイベントの方も来るって書いてるんで、エクストラ電動チケットの方も特典としてありますよと、確定入手でないような書き方なのが、若干気になる部分ではあるんですけれど、一応あるという風な具合になっていますね。で、これ今撮影してるの、昼の1時なんですけれど、これね、告知画像の残り時間見る限りは、まず、イチゴのお越し金に関しては、日付回って同じタイミングで来るんかなっていう。で、その10時間後に、金幕開封の、集結みたいなやつがあるんで、これに関しましては、明日の朝10時に来るんかなっていうのがわかるっていう風になってるんで、参考程度に覚えておくといいと思います。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなという風に思います。で、まずこちらですね、荒野が訴えられる側が勝ったら、もしこれ負けたら殺臭かと、どうなんですかね。今回その、新しくその訴え出すっていうね、アクティビジョンブリザードの方に訴え出して、理由っていうのがその、代わりにその、洗い戻しを立て替えたからっていう理由なんですけれど、まずその、本当に立て替えているのかっていう部分が不透明なんですよね。僕その立て替えているところを見ているわけではないんで、立て替えているのであれば、結構その、大きな損害だと思うんですが、立て替えたっていう体にして訴えの方を起こしているのであれば、これから立て替えますよっていう、そういう買掛金的な感じにしているのであれば、別にそんな痛手はないんじゃないですか。普通にその得したくて、そうやって訴訟を起こしているのであれば、多分立て替えてないですもんね。立て替えているという体にして、裁判終わった後しますよっていう、感じにする。で、裁判負けたら立て替えないし、勝ったら立て替えてもお金もらうし、そんな感じにするつもりなんかなっていう、そういう打算なんかなってのは感じなくもないですが、まずその立て替えているかいないかっていう、そこの事実が不透明なんで、なんとも言えない感じかなっていう。ふうに思いますね。ネットイースゲームズって結構でかいからね。ネットイース全体として見ても相当でかい会社なんで、数億円ぐらいの、そういう裁判では、それが2つ続いてますけれど、そのレベルではまだ潰れないかなっていうふうには思うんですが、ただその会社の経営者にネットイースゲームズを損切りしようっていう、一部その事業を損切りしようと思わせる理由には十分になると思うんで、そこら辺どうなってくるかなっていう。そもそもの話ね、立て替えなくていいんですよ。だって、オーバーウォッチある程度そのサービスして、そこから中国での展開をやめますって言ってるだけであって、オンラインゲームでさ、途中まで進めとったけれど、サービス難しいんでやめますってしてるゲームっていっぱいあるっしょ。買い切りの最初そのソフトを買って、そこからやるオンラインゲームでもそういうゲームいっぱいあるっしょ。全部その、やってます払い戻し。してないっしょ。なんだったらネットイースがやったゲームでもさ、発注して払い戻し、そのスタイルのゲームでもしてないでしょ。ここでその払い戻しをしてますみたいな、手にして、ね、しないといけないという体にして訴えを出している時点で、アクティビジョンブリザードに対して難癖つけたいだけっていうのがこれ明らかなんですよね。要はコッドモバイル流行ってほしくないから悪評つけようっていう、そういう魂胆なんですよ。これそもそもの話、分かりやすいっすよ。やってることが非常に分かりやすい。中国だったり日本の方で、こういう悪い噂を広めて、COD モバイルウォーゾーン今度出ますけれど、それに行くユーザーを減らそうっていう、こういう魂胆なのかなっても見え隠れしてるのかなってのは思いますね。アクティビジョンブリザードが持っている、ネットイースとそのコンテンツが被ってるゲーム、コンテンツが被ってるとか、意図的に被せてきてるネットイースが、そういうゲームいっぱいあると思います。そこに対しての打撃を与えようっていう打算があるのかなって。だって本来は、返金しなくていいし。お前らしてねえじゃんっていうふうに思うし、やってる会社の方が少ねえし、やらなくてもいいし、そこら辺がなんかね、なんともなっていう感じですかね。
で、さらに言うと、まあ、今回のそのサービス終了っていうのは、その、いきなりそのサービス終了ってわけではなくて、そもそも契約期間満了するから終わりますねっていう話だだけなんですよね。まあ、この間も言いましたが、中国でゲームをリリースする際っていうのは、まあ、中国企業を通さないと、まあ、外の企業の会社っていうのは、まあ、ゲームをね、出展できないっていうふうに中国ではなってるわけなんですよ。だからそのネットイースだったりとか、テンセントとかを仲介して、いろんな会社っていうのはゲームをリリースしているというふうになっていて、単純にそこの契約期間が終わったから、まあ、アクティビジョンは撤退しますねっていうふうに、これ言ってるだけなんですよ。ただの撤退なんですよね。そこに対して無理やりその難癖言ってるわけなんですよね。まあ、ネットイースからしたら結構稼ぎ頭だったんでしょうね。アクティビジョンブリザードのゲームっていうのは。いなくなって使えなくなったら利益めっちゃ減るけん。それが困るからそうやって難癖つけて。で、難癖つけとけば、その終わった後、その契約が終わった後も勝手に中国国内で、中国ではサービスできるんで続けることができますから、一応違うゲームっていう体にして、まあそうやって悪どいことをしようとしてるだけっていう。でもそんなことしちゃったら、ネットイースを介してゲーム出す会社減りますよ、普通に。だって契約終わったらさ、難癖つけてゲーム丸々パクられるんでしょ。今までそういうことしとったわけじゃないですかね。なゲームさ、な会社と仕事したいって思う？普通ね、明らかにこれ訴えるの損だと思うんだけどね。俺からしたら毎回さ、契約終わるたびになんでダメなんだよみたいな言い出すみたいな、めんどくさいでしょ。もともとそのミルダムで配信しとった配信者がさ、公認終了して収益がなくなった瞬間ミルダムに対して文句を言い出すみたいな事件あったでしょ。それとやってることは一緒、筋通らんやみたいな。今までそのさ、いい関係でおってお金ももらっとったのに、終わった瞬間もらえなくなったらお前殴り出すんかみたいな、あまりにもさ不義理すぎんかと思うんで、やらん方がいいと思うけどなっていうのは個人的に思いますが、まあ、報道の仕方を歪めることによってそういう印象を消そうとしてるっていう、それもあるんじゃないですか。特に中国国内では。お空になったらさ、ありがとうの一つも言えんのかって思いますけどね。普通にやることは後ろからさ、後ろ足でさ砂かけることなんかっていう、やばいでしょ。ユーザーに対してもそうですけれど、会社に対してもそうなんだ。ネットイースって今回思いました。いいな、それでうまくいくの。そんなんで仕事続けられるんだったら楽だよね。で、次ですね。ちょっと数字級に似てるかなと。確かに数字級似てるね。今回ね、イチゴの新しい服スキンの方ね。数字級がリサリサ先生のところで、まだなんかメイドみたいなしよった時の服装に、クソ似てるね。マジ。確かに似てるな。で、実質じゃあ、ジョジョコラボじゃんね。で、次ですね。今あるエクストラ電動のパックって買った方がいいのかな？お得なのかどうかわからないと。まあ、あれさ、正直そんななんか、うまくないよね。割引バリア低いからさ、普通にチャージ特典の方がうまいっていう。例えばそのエクストラ電動チケットがついてくるようなチャージ特典って前回あったでしょ。前回のエクストラガチャの方についてたと思いますが、正直まああれの方が全然うまいもんね。だってバックが多いからね。バックされる割合が今回のそのお得パックより多いんで、まあ、同じ感じでそのチャージ特典の方もしも来るのであれば、チャージ特典の方が絶対美味しいし、まあ、来なくても他のなんか金券キャッシュバック系のチャージ特典の方がうまいし、チャージセンターとかたまにあるっしょ、そっちの方が全然うまいんで、まあ、あんまりなんか得ではないかな。で、得じゃなくはないけれど、まあ、他の特典と比べたら他の特典の方がうまいかな。そんな感じ。まあ、バインド金券ね、エクストラ電動チケットに使えないんで、最大800金券キャッシュバックのチャージボーナスに関しては使えないのが若干まあ難点ではあるんですけどね。はい。で、次ですね。だんだんコアヌカレマント増えていって、結構な人がヒカレマント持ちになりそうと、まあ、なるんじゃないですか。なりそうな気しますけれどね。コアヌカレマントな、もうなんか、形骸化してるよね、正直。別になんかすごいとは思えないよね。なんかいい得点ぐらいじゃないですか。今の認識としては。ちょっと入手難易度高いいい得点ぐらいな感じで。なんかでも、昔みたいなブランドはないね。うん、俺もなんか取る気はないし、なんだったら持ってるけど、つけてないしな、ほとんど。もう3回ぐらいもう受賞しましたもんね。しかも一番最初受賞してるんで、一番最初が一番難しかったし、光。一番意味もあったからね。もういいでしょって思うし、もういいでしょっていうふうに思いますわ。はい。